7月23日の23時深夜になりますね。振り返りが遅くなりましたけども、今日の値動きを見てみようかと思います。私が申し上げたのはこれ1時間足ですけども、ボラティリティがちっちゃくなってきたんでブレイクの前兆ですよと。だからブレイクしたらそっちの方向についていきましょうねってことを申し上げました。ではこの現在のチャートを見てどのように行動すればよかったのかということをお話していきますね。まずですね、ブレイクをどこで見るかってことなんですけども、ここら辺にここら辺にゾーンが引けたりしませんかね。どこだと思いますか。ここなんですよ。ここにこういうふうにゾーンが引けたりしませんかね。で、2つ目のポイントはこちらです。この小競り合いが続いているところを横に伸ばしてみてください。はい、そうすると不思議なことにですね、こちらで引いた小競り合いのラインがそのままここのサポートになっていることに気づきませんか。あ、そしてですね、こちらで下に大きく下がっていますよね。ドーンと下がってますよね。で、こちらでまた包みを出しながら大きく下がってますよね。はい、それでですね、もう一箇所、ここひげを出してすごい勢いで上に行ったんだけど、同時にすぐに下に押し下げられました。ということでここが小康状態に入っているところだということを申し上げましたね。で、若干小さな値動きでこういうふうに動いて、ブレイクの前兆が見えないままここに来たんですけども、そこでブレイクが見えました。ひげから刺してもここを突き破ってですね、この上まで行ってるわけですよ。で、その後ちょっと右肩上がりになってさらに上の方に突き抜きました。突き抜けたところでもうここを割らなくなってサポートになって今ここまで来てるっていうふうに見えますよね。じゃあどこでねブレイクしたことを確認して後乗りすればよかったかってことなんですけども、ここなんですよ。ここをブレイクしてですね、後乗りして乗るのはここを突き破ったところです。ここでエントリーですよね。108円の080あたりでエントリーして、現在108円の267前後で決済できてれば最高なんですけどもね。最高なんだけども、それができないまでもこの3本の陽線はきちんと押さえておいてもらいたいなと思いますね。これで3本目が突出して大きくなっている。でもこれ形成中ですから大きくひげを出してまたこの数字に戻ることもありますよ。だから今決済しましょうというポイントの話をするわけなんですよね。今決済して眠りにつきましょうみたいなんですよね。今回ね気づくべきだったところは何かっていうと、このゾーン、そしてもう一個がこちらですね。ここから入ってここでサポートになっているというこの関係です。ここ小競り合いでしょ、ここサポートでしょ、だからここでエントリーしてこれが取れるっていうことになるんですよね。もちろん一番いいのはこの辺りから取れてることですよ。で、私はその力ないです。そんな根っこからね、こんなとこから反転すること分かりませんよ。大きく下がることだってあるわけですから。でも、ここを超えたということは、もう入っていいんではなかろうかと、そういうふうに感じるんですよ。その先入観を持って、その後の値動きを見てみると、きちんと陽線を連発させて上に行ってるわけですから、じゃあ入ろうかなでいいんですよ。ね。で、これが、ブレイクしたことを確認してエントリーするってことですよね。はい、これもよく出てきますんで、今回そういえばそんなこと言ったなっていう方はまだ救いがありますけども、そんな初めて聞いたよっていうふうにならないでくださいね。これ今まで何回も申し上げてました。ただね、最近私の相場解説を見始めた方にとっては確かに初めてになると思います。私の相場解説半年以上見てる方はこれよく出るパターンだよねになっておいてほしいなと思いつつ、今日の深夜の放送を終了させていただきます。それでは失礼します。